もう強くしすぎたんで、リバウンドも問題ないです。声でわかるんじゃね？楽しそうだね。お、コンビ技だ。これ赤いの誰？君と2人か。外れ。いねえわ。南雲君ちょっと邪魔だな。いないっす。ワープしてきたぞこいつら。頼む。よし。
直接聞き出すしかなさそうじゃん。ソメアが大浴場にいるようです。行こう。キリナルキ、4階を探しましょう。もうバレてると思うけどな。そう、大丈夫かあいつら。まあ信用しよう、信じるしかない。よいしょ。こうか。ロメオはどこだ。すんげえがたいな。おい、顔を見て。大丈夫、それ温泉に突撃しない。大丈夫。が一番強いやつみたいな。コンビ技最高。やるか。ですが、
あいにく俺にその気はありません。ねえ、奇襲を受けた時点でこっちの風ですから、あんたと真っ向からやり合うよりはもしない。俺はね、確実に勝てる時だけ戦ってのし上がってきた男なんです。ただ単に臆病なだけにも聞こえるがな。早がけんしないでください。俺はこの戦いまだ負けたと言ってますか、よく言うじゃないですか、逃げる勝ち。てめえ全裸で逃げただけ。クソ、逃がすか。くしゃみ出そう。やべえな、こいつやるな。くしゃみしちゃったのに隙をつくちっち。背中で示すために入れるんだ。
背中に憧れるってやつですか。夢だ夢だ。現実はもっとシビアなんです。結局親が子に求めるのはどれだけ組織に貢献できるかでしょう。今じゃ入れ墨なんて入れない方が忍びになるわけですから、これが極道として正しい姿なんですよ。極道として正しいのパンチっちゃな。夢を忘れて金に走る相当喧嘩ってんだもん。極道は失われる。誰もが憧れるような生き様を背負った男がいてこそ、そいつを担ごうと一つの組織にまとまることができる。さあな、金っ返りの多い極道なんぞ一瞬でバラバラになってしまう。だから金こそが人を引きつける最大の魅力ってことになるんでしょう。金で動かねえ人間菅井さんはそういうのいるからな。まあいいや、女ならこの中に監禁してます。パンチ一丁に置いてもたっぷり可愛がってもらってるんじゃないかな。安い挑発にはもらえない。彼女の居場所が分かれば十分で、さっさと片付けてここを通らせてもらうぞ。そう簡単に行けばいいんですけどね。伝説とまで言われたい現代目が、こっちの失礼に少しだけ本気出させてもらいますよ。パンツ一丁、それで着替えてもいいぞ。マジで。なんだその単語それは。ヤクザキックで終わっちゃってるな。こいつ大して強くねえな。さっきの方が強かったわ。ごめん、パンツ一丁のやつが吹っ飛んだから笑っちゃった。着替えてから、ね、兄貴大事ないですか。ああ、あれ桐生さんじゃない。それに広瀬一家のバカタレも小趣味っす。来ると思うと言いました。こちらへ。キリウス、俺が来るスカイチン。キヨちゃん無事じゃったか。うん、二人ともどうしてるか。美味しそう。それは星水さん、これは一体どういうことですか。誰だあいつは。岩見社長。岩見、あれが岩見か。俺たちは清美ママを助けに来ただけだ。ここに監禁されてるって話だ。監禁？なんならそれ。あしらは交換して客人の奥さんをもてなしとっただけじゃ。なんじゃそれ。いやー、夕食前のいいエクササイズになりましたよ。パンチ一丁は何言ってんだよ。
して強くなかったぞ。エクササイズって割には清見はね、全然俺の前の神さんなんですな。まあ、お前ちょっと待って、あの顔に笑ってしまうた。本当なのか。嘘じゃ、申し訳ない。嘘に決まっとる。これは同じに、ソニアさんの奥さんがおったとは驚きじゃ。これも何かの援助となってな。お招きしたいのかしら。何か行き違いがあったことは分かりました。ですが、このけじめはつけていただく必要がある。そうですね、コシマスさん。ええ、もちろんですよ。広瀬一家は今日限り陽明連合会を破門。総長の広瀬にはきっちり縁故詰めさせますから。待って、塚さん、広瀬のおやさんは何も。やかましい。ソメヤさんはの、東京から遠路はるばるわしらとの杯に来た大事な客人じゃ。踊れなんぞの縁故で済む話か。まあまあ、腰見せっかくの祝いの席だ。清美さんも怖がっている。支えと水に流してやります。会長ですか。この私も水に流せと言ってるんだね。聞こえなかった。すごい威厳のある人なんだな。わかりました。親が絶対だから。清美さんも構いません。もちろんです。もともと私が招いた誤解です。あんたは闇造船の会長。この人が造船会長。闇平蔵と申します。四代目岩見会長は岩見造船をはじめとする岩見グループの長老ですが、もう一つ別のお名前がありました。クルス・タケル。クルス、これがクルス・タケル。陽明連合会会長です。クルス・タケルはいわゆる都政なんです。おう、岩見造船の会長、陽明連合会、岩見グループの関連各社は、今風に言えば陽明連合会のフロント企業ということになります。こちらは息子の爪を上で闇造船の社長です。以後お見知りおきを。この人知ってるぞ。俺の名前は桐生和也。知ってんのかい。登場会の知ってても名乗るぐらいさせろ。少しぐらい名乗らせてやってもいいだろうよ。どうも水が入ってしまいましたね。ここは一つ場所を変えますので。分かった。いい眺めでしょう。私はこの海から見た尾道のところが一番好きだ。そうなんだ。それに大事な話をするのに海の上ほどうってつけの場所はありません。周りに聞き耳を立てるものは誰もいない。深海生還と調べちゃいますよ。実は桐生さん、俺の世界線、観光の世界線だとそれは一番ダメだけどね。敵が言ってしたんだろうか。どうからこの個人、これは別の話だ。ソメヤさんの話を遮断しても貢献人になっていただきたい。どういうこと。本当だよな。なぜ敵の余命連合会はこれまで東条会との大見連合との社会づくを交わさず、極道組織として中立を貫いてきた。それはなぜか。
広島が負けば日本の裏社会の均衡を崩すことになるからです。我々が日本最大の組織近江連合を組んだのは東条会の発明だ。逆に我々が東条会と組めば近江連合にとって存亡を脅かす存在だ。だからもし今我々と東条会が盃を進めていると近江連合が知れば、彼らは死に物狂いで阻止しようとしてきます。一つ間違えれば日本中の裏社会を巻き込む戦争になる。クルスカチョ、あんたらはそれが分かっている。なんでそんな危ねえ杯を進めようと。わしらがそこまで話すからには、まず杯の後見人を受けると確約していただきましょう。聞いてください、あなたは今の近江連合トップからの信頼者です。伝説の国家だ。そのあなたが後見人であれば、我々の杯の当たり前とっても近江連合はしぶしぶと言うのみでしょう。堂島の領土にはそれほどの力を持っている。私はそう。下野の強権はダメなのかい。捕まってんのか。それでお返事を。断る。理由を尋ねて。今の登場会は六代目の堂島大吾が逮捕されて不在、うん、その急場忍びに代行の菅井が切り盛りしている状態だ。そうね。この俺が下手すりゃ戦争になるって杯を無断で交わすのは東条会六代目の裏切り行為でしかない。なるほど、筋は通ってますね。ただそうなりますと我々としては染谷さんとの杯を断念しなくてはならない。もしかしたら代わりに近江連合で話をすることになるかもしれません。あなたはそれでもよろしいんですか。どこの誰と杯交わそうがあんたらの勝手だ。俺はもう東条会の人間じゃない。それはおかしいですね。東条会の人間じゃないとおっしゃるなら裏切り裏切らないのないでしょう。違いますか。やめなさい。キリオさんからはもうはっきりとお返事をいただく。この話はもう終わりだ。失礼しました、会長。いきなり無粋なご相談をしてしまってすみませんでしたね。年を取るとどうも話を急いでしまっていけない。いや、それじゃあ食事の続きをするとしましょう。な、覆面どうだった。疲れなかったろ。それが南雲の頭が途中で暑いで脱いでしまった。せっかくのこれは水縄じゃ。なんだ南雲お前根性ねえな。うん、そうだ。嘘じゃ。こいつどうしたんだ。まあいいか。よし、俺が覆面の使い方を教えてやる。高志ら、お前ちょっとこっち来い。キリさん笑ってちゃねえだよ。マモ、帰らなくていいんだ。後ろコント、待ってコントやってるコントやってる。はるかちゃんの話、結局途中の気になるんだけど。いや、しかし私なら大丈夫。待って、後ろが大変なことになってる。突然のことでいろいろびっくりしちゃっただけだから。ちょっと待って、後ろが見てんだろ。覆面よかったろ。ちょ、おじさん、空気読んでください。あ、警察どうぞ。それで、
ハルト君の父親が誰なのかって話だったと思うけど。ああ心当たりがあると言ってた。え、それ本当ですか。うん、私ね、どっちか立川君がまた新しいの出てきた。父親なんじゃないかって思うの。はあ、誰の。俺の幼馴染で一緒におやさんの杯受けた兄弟分です。広瀬一家の組員なのか。いや、それがずいぶん前に組員抜けまして。清美さん、なんで立つかじゃって思う。ちょうど遥ちゃんがこの町からいなくなる少し前に、立川君、うちの近所で誰かと電話をしていて、こう言っていたの。産んでも絶対二人とも幸せになれない、おろすべきだって。おろすって赤ちゃんをですか。そうでしょうね。もしかしてその時の達川の電話の相手がはるかちゃんじゃったいんで。まあ一概にそうとは言い切れないけど、達川君が誰と話してるかわからなかった。だから嫌な話聞いちゃったくらいに思ってたんだけど、でもその後姿を消したはるかちゃん、偶然っていう可能性もあるから一概にそれが正しいとも言い切れないけど。その達川は今どこにいる。ここを出てく前、東京に行ってメジャーになるとか。神室町か。音楽か何かやってたのか。いやさっぱり。とにかく東京行ったらビッグになれるってことで思ったんじゃないですか。タスカーじゃったら神室町でホストやったと。ホスト田頭、踊りなんでそんなの。そうだね。わし、あいつと SNS で繋がっとったけど、東京行った後もちょくちょく近況報告受け取ったんです。なんで俺に知らせずにお前にだけ教えてんの。マジ意味わかんねえ。ただし、そいつと連絡取れるか。いやー、それがここ最近全くの音信不通で、メッセージ送っても未読のままなんですわ。携帯変えたんじゃないかの。いや、何かあったのかもしれんな。むしろその可能性のためにはっきりしたことがわからなくてごめんなさい。手がかりがあっただけでも大きな通信だ。うん、また行くしかねえのか。かわいい。もう少しだけ待ってくれよな。第6章足跡。キリの兄貴、こいつが立川ですか。こんなやつとはあるか。わしにも信じられん話ですが、じゃが清美さんの話を考えるとやっぱり遥がこいつと付き合いするんだと。遥ちゃんがよりによって立川なんだと。あいつが遥の父親なのかよ。なんか俺もう遥のおむつ変えられねえわ、気分的に。なんでじゃ。それでもあの遥ちゃんの子に変わりはなかろうが。じゃあこれから遥のおむつ替えは田頭がやるってことで。なんでそうなるんじゃ。はるかちゃんはわしらの天使で、確かに反発は赤ん坊じゃ。だけど雄太の言いたいことも分かる気するわ。でしょ。やめえバカタレども、男と女っちゅうのは理屈じゃないんじゃ。どうしたの、キヨちゃん。
お邪魔しますよ。また来たのか。マジに来た。そんな。お踊れ。何しに来よったんじゃ。こんけど。ぶち殺してるぞ。南雲くんやめて。じゃけど、キヨちゃん。キヨミ、少し話そう。話ならここで。私はもう桐生さんたちに隠し事して迷惑かけないと寝てないから。四代目わかったよ。東京に戻る前に一言悪かったって言うのは騒がせて悪かった。それだけだ。あ、ねえ、あの子は元気なの？元気なの。ますますお前に似てきた。会いたきゃいつでも帰ってこい。子供の話か。子供もおるのか。ちょっと待ってくれ。キリさん、なんかもう面白すぎる。改めてだけど、はるかちゃんのことずっと隠してたと思うさ。いや、もう信用なくしちゃったの。いや、悪いのは清美ママじゃないでしょ。あんたが謝る必要なんかな。むしろありがたいよ。長いことも、はるかの面倒を見てくれた。俺がいつに会って礼を言う立場だ。そうだ、ねえ、キリュウの兄貴、そういや、はるかちゃんはどうしてるんですか。なんでハルトのそばにハルカちゃんがいないんすか。おお、そうじゃ。わしらハルカちゃんを知らんふりしとったで、今までずっと聞けなかったけど。どうしたんじゃ、キリの兄貴。ハルカちゃん、元気でおるんじゃな。あいつ、カムロ町で事故に遭った。ひき逃げした犯人が今捕まってんだ。え？ほんの何日か前のこと、命を助けて何も話せる状態じゃない。医者にもいつ目が覚めるか分からないうち。なんじゃと。あいつがその事故に遭った時、ハルカも一緒だった。俺もハルカが子供を産んでいたことも、その時まで知らずにいたんだ。そんな、わからないことは山ほどある。まずわからなかったのは、なんで事故に遭った時、ハルカがカムロ町にいたのかってこと。そうだよね、その君ら。3年前沖縄を出たあいつが、この町で過ごしていたのは、問題は、はるかがここから姿を消した後、なんでカムロ町に向かわなきゃいけなかったのかって。普通に考えたら、カムロ町に行った達川と落ち合うためにいることだろう。そういや、達川が組に抜けたのって、はるかちゃんがいなくなってから結構すぐだったな。ほんじゃ達川に聞けば全部わかるっちゅうことか。達川か、カムロ町でホストをやってるんだったな。それだけ分かってりゃ探しようが。スターダストにて聞いてみるしかない。それじゃこれからカムロ町へ。カムロ町は今、東城会と中国マフィアが抗争の真っ最中だ。ハルトを連れて行くには危険すぎる。ナナ、悪いがまた、ハルトのことを頼めるか。え？私で、いいの？もちろんだ。あんた以上に、安心してハルトを託せる相手はいない。そうだね。ありがとう、キリさん。いや、こちらこそありがとうだよね。さ、ハルト。え、じゃあまたカムロ町に行くんだ、これで。明日カムロ町に行くが、
なるべく早く帰ってくる。今度は助かろう。引きずって連れてくる。うん。キリュウの兄貴、カムロちゃん、俺も行きますよ。俺は達川を許せないんですよ。あの野郎、いつの間にかハルカちゃんに手出してたな。とにかく俺はあいつをむちゃくちゃにぶん殴ってやらねえと気が済まねえ。わかった。わしも行く。うわ、厄介事になりそう。違うじゃん。なんでじゃ。このままここにいるのが辛いんだ。自然のショックっていうことか。あの、じゃあ私もう行きますから。なるもん。やろうとするんで、カムロ町を歩き回るのもいい。なんでだろう、面白く感じてしまう。水牛のパンチみたいな。まあいいや。キリュウの兄貴、明日兄貴のアパートに迎えに行きますから、そこからカムロ町にご一緒しますんで。ああ、じゃあせめてドアの前に立ってほしいな。次からカムロ町パートか。